バンティーチ株式会社は埼玉県所沢市に地域で日本社を置く日本のキャンピングカーメーカーである。日本の高級キャンピングカーメーカーとして知られており、中でも1997年より発売されているジルはキャンピングカーの代名詞とも言われ、改良を重ねながら製造し続けられている。また、キャンピングカーの製造、販売のほかにレンタカー事業や キャンピングカーの部品販売、専用アプリの開発や、RV サイトの運営といったインフラ整備など、キャンピングカーに関わる、総合的なプロデュースに取り組んでいる。熊本自身の際に出動した、モバイルファーマシー創業者の増田博隆一が1986年に、埼玉県新座市で株式会社バンテックを起業し、佐藤徹が2010年に株式、会社バンテックセールスへ改装。 2017年には一般的な故障を採用したバンティーチ株式会社へ改称した。ジルシリーズを筆頭とするキャブコンバージョンのほか、バンコンバージョンや軽自動車、キャンピングカーの製造及び販売を行っている。1990年代から2000年代には大型キャブコンバージョンのベガやトレーラーも扱っていた。キャンピングカーの他にモバイルファーマシーの製造も、 手掛けている。また、東日本大震災や熊本地震などの災害時には、WTP に参加している。1986年、バンコンバージョン用家具キットである LT2 型を製造、並びに発売を開始。1990年から、キャンピングカーの製造販売を開始し、1995年に、初のキャブコンバージョン、JB-500 をリリースする。 1997年に登場したジルが人気を博したことがバンテック社の地盤を築いた。2021年にキャンピングカール計販売台数1万台を突破した。創業初期からヨーロッパのキャンピングカー部品メーカーと接触してキャンピングカーの製造を行っていたことから現在に至ってもヨーロッパ調の様式が随所に見られ日本のキャンピングカーに デザイン思考を取り入れた草分けである。ジルノーブル・バンテック社の車両は安全性と快適性の相乗効果を発揮する技術を軸に開発されており、コンフォートウィズ・セーフティ快適で安全という開発思想を支柱としている。キャブコンバージョンのシェルは独自の CS ボディという FRP を素材とした一体成型であり、生産はバンティーチ体工場で行われている。 創業者の増田博隆一が船舶のデザインを手掛けていた経歴から、流線基調の外装と欧州テイストの内装を取り入れたデザインが特徴で、現行モデルのデザインにも継承されている。代表的なシリーズとしてジルとコルドがある。ジルは冷蔵庫やトイレを標準装備とした豪華な内装が特徴のハイエンドシリーズであり、一方コルドは豪華さより使いやすさをコンセプトにし、 柔軟なカスタマイズ性を重視したた、ミッドレンジシリーズである。キャブコンバージョン版コンバージョントラベルトレーラー主に、ドイツのレイモ車との関わりが、強い、秋のキャンピングカー特集2020版 T1、国産キャブコンのスタンダードを定義した、ジルシリーズカーレジャーウェブ2020年9月25日、薬剤不足の危機を救う、移動薬局熊本地震で注目宮城県。 薬剤師会とバンテックが共同開発交通毎日新聞2020年3月16日バンティーチのキャンピングカーの魅力とは渡辺達夫のビルダーレツディンボリューム1ドリモキャンピングカール2020年4月30日ファミリーにもアクティブ派にも対応人気のコルドバンクス10年ぶりモデルチェンジ朝日新聞デジタルマガジン,ン &&2020 年2月19日 テーブルは大きく、キッチンは対面式に居住性がアップした新型コルドリーブス、朝日新聞デジタルマガジン &&2021 年2月3日。ありがとうございます。